ベテラン記者コラム、バレーボールの男子日本代表が、6月30日、日本時間7月1日未明に行われたネーションズリーグ、VNL 決勝で、惜しくもフランスに敗れたが銀メダルを獲得した。日本男子の主要国際大会での銀メダルは1977年の W 杯以来、試合を見ていて、子供の頃の憧れを思い出した。写真、ミュンヘン五輪で優勝し、 選手に同上げされる松平康隆監督イコール1972年9月9日72年のミュンヘン五輪で、松平康隆監督率いる日本は見事に金メダルを獲得した。当時、同五輪までの過程を同時進行で書いたアニメ、ミュンヘンへの道が放映されており、小学4年だった私は2歳以上の兄と、毎週日曜日にはテレビの前で手に汗を握っていた。 放映されていたのは72年4から8月で全17話。金メダル獲得後の9月に五輪の様子を実写で伝えた特別編が1回あった。64年東京五輪で銅メダルを獲得した日本男子のコーチだった松平氏は大会後に監督就任。金メダルを獲得した女子、東洋の魔女のように世間の共感を得るチームになる必要があると、 強化と並行してアピールにも力を入れた。身長の高い男子選手は女性や子供の人気を得られると、女性誌や少年漫画誌のグラビア特集企画などを次々に実現。そんな一環が、ミュンヘンへの道、だった。実写とエピソード部分のアニメを合わせた映像で、選手たちが努力する姿が描かれた。この努力の先に金メダルがあるんだと、子供心に毎週ワクワクしていた私などは、 松平氏の作戦が成功したことの承認と言えよう。金メダルの確証もない時点で、よくあれだけ煽ったものだと後になって思った。バレエ担当記者となり、その点を松平氏に直接聞いたら、まあ、負けたら日本には帰ってこられなかっただろうねと笑っていた。松平氏は他に類を見ない強化と、新しい発想による広報を融合させた。強化では、 様々な速攻や時間差など、現在では基礎となったコンビを確立。選手にも新技を考えさせ、森田淳吾の一人時間差などが誕生した。190センチを超えるビッグ3森田、大御聖治、横田忠義を若い頃から強化。一方、身長が高くても運動能力がなければならないと、逆立ちで9メートル以上歩けないものは五輪に連れて行かないと宣言した。 これに王子が苦闘する姿は、アニメで王子が主役の回のメインエピソードとなっている。